キール、お前子供の頃よりさらに体力落ちたんじゃねえの？ビットやめなってば。キールはずっと研究に夢中だったんだもんね。いきなり旅なんかしたら疲れて当然だよ。キール、本当に大丈夫？情けないな。またファラに心配かけてる。昔から僕はいつも。そんなことないよ。キールすっごく立派になった。ハイナ、キールが知識はたくさん。立派立派。だけど足りないとこはある。助けるよ、友達、仲間。そう、メルディーの言う通り、互いに協力し合うの。全部できる人なんていないもん。昔から優しいよな、ファラは。いつも他人のために走り回ってさ。怖い親分なだけじゃなかったんだよな。どうかな、わかんないよ。で、ちょっとキール、誰が怖い親分だって？あ、ごめん。相変わらずすげえ迫力。
メルディ、お前は知っていたのか？グランドフォールが人間の仕業だって知ってたんじゃないのか？バリルが責任だよ。バリル？どこのドイツだ？セレスティアのグビアディ・エスティニー、王様みたいな人。バリルはグランドフォールを起こしてる。やっぱりセレスティア人はエターニアの破滅を望んでるってわけ？セレスティア、セレスティア人なんだな。グランドフォールの元凶はセレスティア人なんだな。違うよ、悪いはバリル、ただ一人。イフェリア、セレスティア、狙われてるの一緒。じゃあなんで今まで黙ってたんだよ。快適、うまく説明できなくて、怖くて言えなかったよ。ごめんな、ごめんな、信じてよ。なあ、セレスティア人ってみんなメルディみたいに肌が黒くて額にガラス玉つけてんのか？ハイナ、エラーラついてる。バリルもか？ううん、バリルはない。ツルツルのおでこで白い肌でみんなと一緒。なあ、セレスティアへ渡ったと言われる男の名を覚えているか？確か。バリル。これは偶然の一致だと言い切れるか？バカな！グランドフォールを引き起こしている元凶がインフェリア人のバリルだというのか？わかんねえよ。だけどセレスティア人だけを悪人と決めつけるのは早すぎるんじゃねえかってことだ。メルディ、私はメルディを信じるよ。最後まで付き合うから安心して。ありがとな。ほんじゃ、光の橋とやらを探すとすっか。リトー。いや、光の橋が見つかるまでは付き合うってだけで、そんな大した意味は。ファロースさんだ。光の橋ならファロースさんにある。なんでキールが知ってんだ？王立天文台で聞いてきた。やるじゃねえか。キール、ありがとな。なは余計だって言ってるだろ。僕は勘や推論など信じない。グランドフォールの原因を自分の目で確かめてみたいだけさ。よーし、ファロースさんに向かいましょう。いけるいける。みんながとても大好き。ワトセンデディアン。クイッキクイッキ。